からこの島の人口が2万5000人を超えました。2万人を超える若者たちが北は北海道から南は九州沖縄からこの品島にやってまいりました。私が今この篠島の吉田拓郎のコンサートの会場のほぼ中央にあります櫓の上に立ち上がって見てるわけなんですけれども、ぎっしりと人、人、人で渦巻いております。オレンジ色の丸い鉄のパイプ、それでステージが組み立てられております。巨大な黒く塗られたスピーカーが10個20個とステージ所狭しと並べられております。まだ音は出ておりません。まだステージに吉田拓郎は現れておりません。しかし早くも2万人を超えるこの若者たちが拓郎、拓郎、拓郎のすごいスプレーヒコールを繰り返しているところです。実況中継を伝えます。私見のもんともなんとなく興奮をしているような感じなんですけれども、この篠島の場所、愛知県の北半島、名古屋から名鉄東和線で1時間余り、そこから船に乗りまして30分、その篠島の海に面した一角に会場が作られていて、2万人を超える若者、早く来た人の中には1週間も前からテントを張ってキャンプをしているというすごい連中もいます。拓郎軍団、そういう旗を掲げた一団がいると思うと、いやすごい数、まあ鈴なりという言葉がぴったりですね。フェリーボートが今到着いたしました。普段は1日にそう朝晩の2回ぐらいしかない定期便が、今日は1時間おきぐらいに名古屋からどん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 とお客さんを運んでおります。真っ赤な丸い燃えるような大きな太陽が沈みかけております。あとおそらく1時間足らずで漆黒の闇の中に、そして降るような星がこの篠島の上空を埋め尽くすのではないかと思います。とにかくこの篠島始まって以来というたくさんのお客さんを集めての吉田拓郎のコンサート、コンサートが始まる前から早くも早くも全員もう立ち上がって拍手拍手拍手、拓郎拓郎拓郎のスプレーヒコールです。今日はこの模様を文化放送では8時半まで2時間、そして平安午前1時から3時まで完全生実況中継でお伝えすることになっております。プログラムが今私のところに届けられました。昨日拓郎はこの島に入りました。総勢スタッフが400人を超えるという大所帯、昨日の夜の6時半からこの特設ステージで拓郎はリハーサルをやりました。スピーカーの音を半分に落としての、リハーサルだったんですが、それでも前頭を揺るがすようなすんごい音でした。島の人たちがもう早くもですね、仕事そっちのけで、もうこの島の方に駆けつけているところなんですけれども、さあそろそろ最初の曲が始まるようですね。ローリングサーティーという書いております。愚かな笑顔。
揺さぶるもの